業しました。卒業しました。中学校を卒業しました。紫さん、いつもありがとう、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。エンジオさん、クッキーありがとうございます。さつちゃんもいつもありがとう、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。卒業しました。卒業式泣いた、泣きました。もちろんなんか全然実感なくて、行くまで、行くまでっていうか卒業式中もね、実感なくて、これ絶対泣かないやつじゃんと思ったんですよ。でそれでなんか最後の学活で一人一言言うっていうのがあったんですよ。それでみんなの一言を聞いてて、感極まるなみたいな、それで言ってて、それで自分の番が来て、それで言ったらもうやばそれの後からやばくてもうやばいと思って、涙がやばくて出てきて、だんだんと。でもなんか最後にね、最後に言う人がもうその時点で泣いてて、もうそれで釣られて泣いて、それでなんか先生にみんなからプレゼントを渡すんですよ。それでレミともう一人の子が代表して先生に渡したんだけど、その時に先生が泣いてて、あーってなって、ありがとうございましたって言って渡しました。もうやばかった。そう、泣けるよ。それで帰ってからもパパがその動画を撮ってくれてたから、なんか先生の話してる時の、だからそれを見て余韻に浸って泣いてましたポロポロ出てきてた。ずっと家でも泣いてたし、そう本当にね、号泣すぎて、そう先生も泣いてたから余計それもあって泣けてきて、そうだからめっちゃ泣いたかも、うん、ちょっとうるってるレイ全然泣いてる気はないんだけど、そうだからめっちゃ泣いた、そう悲しかったねみたいな。みんな泣いてた、なんか女子は結構泣いてたけど、男子はちょっとぐらい泣いてた、わかんない、みんな見てないの、なんか自分のことでね、精一杯すぎて周りが見えなかった。そう感動的でしょ。先生も泣いてて、花束とか渡して、もうキャーみたいな、泣きみたいな、イエーみたいな、そう涙もろーです、丸もろいです、涙もろいです。すごい、ジュニアさん、クッキーありがとうございます。本当にその後はみんなで集合写真撮って、写真も個人で撮って、友達とかと撮って、そうなんかすごいさ、そこですごいみんなからの温かみというか温かみを感じて、頑張ってねって言ってくれて、そうアイドル頑張ってねって、ありがとうみたいなすごい、感動しました。いいクラスでした。本当になんかみんなの一言に、このクラスで本当に良かったですとか、このクラスが3年間で一番楽しかったですとか言ってて、あー本当にいいクラスだったんだなって改めて思いましたね。嬉しかったです、すごい。それを聞いてなんか、そうだから本当にね、このクラスで良かったなって思います。すごくなんかさ、背面黒板にあるじゃないですか、なんか一限目とか時間割書くやつ、そこに1時間後は卒業式みたいな、2時間後は何々、 3週間後、2週何年後みたいな、60年後とか 5年後とか書いてあって、それが先生が書いてくれてて、もうそれを言って見た時もうるってきて、そこで、でもまだ早いと思ってこられたんだけど、そう。かなりんさん、ハート役ありがとうございます。さつちゃんもハートありがとう。それでなんか机の上にソフト部の
後輩のみんなからの寄せ書き色紙が置いてあって「ええー」みたいな、そう感動しました。すごい、うん、寄せ書き色紙があって、まさにそれがサプライズすぎて、もうねめっちゃ大事にしたいなって思いました。そう3年上がった時はねちょっと不安って感じだった。あんま仲いい子もいなかったし実際だから結構割と不安だったけど、マジでいいクラスだったなって思います。なんて書いてあったの、なんかいろいろ書いてあった。でも笑顔が素敵ですねとか、すごいそれ笑顔のかことに関してすごい書いてあったから嬉しかったし、お仕事頑張ってくださいとか現実的と思いながら見てて、そう嬉しいなと思って、そういうなんか後輩っていう存在が嬉しかったです。なんかさ実際多分みんな気を使ってくれてそういうお話はしないんだけど、そうだけどそうやって寄せ書きの時にね書いてくれると嬉しいなって思います。レミ先輩って書いてある、レミ先輩イエーって書いてあったあーみたいな、そう嬉しいです、うん、卒アル漏れてました。漏れてたよ、漏れてた、漏れてました、漏れてました、漏れてたっていうかいい感じに映ってたけどさ、メインあんまさなんか映ってなくて、その写真とかなんか行事ごとの写真がバーってあるじゃないですか、あんま映ってなかった、悲しかったけど、まあそれはそれでいいかなと思って、みんなの思い出が見れて、うん、ゆきたんさんハートありがとうございます。卒アルね顔だけいつか載せてるたらいいなって思うそう卒アルはね部活の写真とかもあって、それもいい感じに撮れてたし、キュンです、おしましたみんなでそうで先生が慣れてなくて何何ってなってたのが面白かった。そうソフト部でも撮りました、みんなで先生も含め、先生かわいい、なんか実感がね今日やっと湧いてきて、本当に卒業したんだなみたいな、心のどこかにぽっかり穴が開いたような気持ちです。すごいなんかねすごい楽しかったなって思います。そうなんかコロナ禍に入っちゃって思うように学校に行けない時もあったけどさ、すごい、感動したそうなんかさもうあの当たり前の日常がさもうなくなるって考えたら、あ本当にやばいんだなって感じ、なんだろうね、なんか感極まる普通に。そうでもうんそうだね、なんかさなんだろう当たり前すぎてた何気ない日常も今となってはすごい思い出だなってなるから、なんかなんだろうこれこそ失って気づく大切さみたいなあるじゃないですか、そういうの失ってから気づくそういう大切さなんだなって思った。そうすごいあーみたいな。まさとしさんクッキーありがとうございます。これこそがすごいなと思った、うん、でもなんか別れってさ、まあ、絶対あるじゃん人生を歩む中で、だからこういう別れも絶対いつかは来るからこういう経験も大切なんだけど、でも大切だと思うけど、いざこういうなんだろういざお別れするってなったら悲しいよね。まあみんな成長するために卒業するから絶対
対プラスになることが多いんだけど、また3年後にも同じこと言ってさ確かにね、言ってたらいいですね。楽しかったって言える高校生活を送れたらいいなって思います。すごく本当にそのために自分が頑張ったら、だから別れは悲しいけど絶対経験することだから、それが一つ階段、大人の階段を登ったって感じですね。うん、寂しいけど一歩大人への道なんで、これが誰しもが経験することだから、そう、それがレミの年だったってだけだから、みんなこのね別れは経験するからね。そう、別れが来ない人なんてね本当にいないし、絶対いずれはみんなお別れの時が来るし、始まりがあれば終わりがあるのでね、いつかは。そう、なんかね、あのコロナの関係で歌も歌えなかったから、本当にレミたちが何かしたってのはただ返事をしただけ、声を発したのは。だからね、それがちょっと悲しかったけど、でも元気よくあの返事ができたのでよかったです。そう、でもなんか、最後までレミたちらしいクラスだったなって思います。すごいね、本当にポジティブに捉えなきゃね。どうも徳さん声大きそうね。えどうだろう、なんか客観的に聞いたら分かんないけど、レミの中では結構張り切ってはいって言いました。どうだろう、当時はレミたち違います、さすがに当時はね違うけど、そう、卒業証書もね校長先生から直接は受け取ってなくて、なんか生徒代表みたいな、毎年なんか本当はあるらしいけど、この関係、コロナの関係で、生徒代表だけってなったから、そう、徳さんって言われてるの。そんな、なんかコメントで徳さんって呼んでた。佐藤ちゃんもハートありがとう。翔太さんもほゆみありがとうございます。高校は楽しみもあるけど、まあ不安もあるよね。そりゃみんな不安はあるでしょう。新しい学校だから、新しい学校っていうか、なんかみんな別々の道に行って、でもなんかさ、またさ、ここでお別れしたけど、高校生になってみんな成長して、成人式また大人になった姿でみんなとお会いできたらいいなって思います。すごい高校でね、友達できたらいいなって思います。そう、なんだろう、なんか自分が高校生っていう実感がなくて、本当にだってなんだろうな、中学校生活すごい濃くて、レミの中ですごくチームメイトに入って加入してなのが中1だったから、それから3年経って丸3年ってわけではないけど、2年半かな、ほぼ2年半ぐらいチームメイトの活動と学校の両立と、そしてあの部活の両立もしてて、そうだからね、なんか本当にいろんなことがあった3年間だったなって思いますね。そうだから、なんだろう、不思議な気持ち、すごい。でも本当に
マジで周りのみんなに恵まれてて、それだ恵まれてたからこそこうして両立ができてたから、授業も遅れることなく、遅れてたけどそれの遅れを取り戻せたし、全然みんなのおかげで、なんかみんなより濃い中学校生活だったのかなって思う。そう、なんだろう、なんか部活と勉強とこの活動をいつも両立してた自分すごかったなって思います、今思えば。すごいな、体力やばいなって思う。そうだけど、ね、それを乗り越えたからこそこうしてなんか良かったなって言えてるから、そう、みんな本当に先生方が本当に理解、すごい理解して応援してくれて、最後も頑張れよって言ってくれて、校長先生ともお話ししたんだけど、最後にそう校長先生とかも本当に応援してくれて、そうなんですよ、担任の先生とかもすごい優しくて親身に相談を乗ってくれたり、そうなんかそうな、あのこれ絶対言ってなかったと思うんだけど、舞台去年のマジムリの時に1ヶ月間学校を休みすることになって、お稽古とかで、その時になんか担任の先生がちょっと校長先生呼んでるから行ってみてって言われたんですよ。そしたら東京でも頑張るよって、そうお話をしました、校長室に呼び出されて。そう頑張ってねって言われて、暖かかったです、暖かかったそうね、そこまで本当にすごい応援してくれて、校長先生に呼び出されました、いい意味でね、そう期待してるからなって、そのなんかその期待に応えられるように頑張りましょうって感じですね。そう、なんか最後に先生たちもいろんな先生からあの生卵とか見てるよって言われて、応援してるからね、優しい、心が温まりました。そう、そうでもだからそのたくさんの方が応援してくれてるからこそレミは頑張れるし、期待に応えたいって思うから、高校生になってこれまで以上に多分活動の幅とかも広がると思うので、その期待に応えれるように頑張ります。そう、校長先生はなんか水曜日のダウンタウンに出演した時あったじゃないですか、それをたまたま見てたらしくて、えーみたいになったらしいです。そう面白かった、たまたま、すごいねって言ってくれて嬉しかった。そう、たまたま見てたらしい。そうなんですよ、びっくりした。そうなんです、布さんいつもありがとう、ありがとうございます。ね、だからありがたいなと思って、だからなんかねすごい応援してる、周りにはすごいレミのことを応援してくれる人いっぱいいるんだなって思って、だからもっと頑張らないとなって思いました。なんか本当にね、昨日はみんな優しいなってすごい実感した一日だったし、頑張らなきゃって思った一日でした。すごいやっぱ楽しかったですね、中学校。そう、義務教育がもう終わったので、これからはもうほとんどね自分で考えて行動しなきゃいけない年になったので、
だから頑張ります。最高の卒業式でしたあははって感じ。そうです、うん、だから皆さんも変わらず応援お願いします。そしてさ地球にお話し会の開催が決まりました。皆さん決まりました。決まりましたよ。待ってました。ありがとうございます。イエーイ、皆さん来てください。本当に念願なんです。念願ですよ。1年ぶりですよ。来てください。ぜひ来てほしい。なんかいや嬉しい。いやようやく感半端ない。完売目指して頑張りましょう。皆さんというか皆さんぜひ。全日程参加ですね、おそらく。しかもさ3部制なんですよ。あんま覚えてないけど、前まで2部制じゃなかったっけと思って、あれ3部だったっけ2部制だった気がする。増えたと思う。え、わかんない。どうだったっけ。どうでしたか皆さん。覚えてる方いらっしゃったら嬉しい。3部だったと思う。あ、じゃあ変わってないか。だけどすごい3部で全日程だから、たくさん皆さんとお話しする機会があるので、たくさん来てほしいです。サイン会とワンショットツーショットあるので、皆さん来てください。3部だったかすみません、覚えてなくて。でも嬉しいです。じゃあ日程を言いますね。たくさんメモじゃなくて、あの画像も作ってくださった方がいて嬉しかったです。ありがとうございます。に押しでもいいですか。全然いいです。とりあえずお話ししましょう皆さん。私とね、全日3部は今回がありますね。心得はないです。とにかく楽しくお話ししましょう。ぜひ来てください。嬉しいです。日程を多分ね、ファンの方が作ってくださった方がね、正確っていうかサイン会とか書いてあるかなでは読み上げます。4月9日土曜日、4部と5部と6部で全部サイン会です。4月30日は1、2、3部で、1部と2部がサイン会で、3部がワンショット写真会です。で、5月28日土曜日です。4、5、6部で、4部がツーショット写真会で、5と6部がサイン会です。はい、6月11日土曜日、1、2、3部あって、1部と2部がサイン会で、3部がワンショット写真会です。はい、そして6月26日日曜日は1部2部3部あって、1部と2部がサイン会で、3部がワンショット写真会。そして4月17日日曜日、4、5、6部で、4部がワンショット写真会、5と6がサイン会です。そして7月18日月曜日、祝日です。3、4、5部で、3部がツーショット写真会、4と5がサイン会です。そして4月30日土曜日、1、2、3部で、1部と2部がサイン会で、3部がワンショット写真会。7月31日日曜日が4、5、6部で、4部がツーショット写真会、5部、6部がサイン会です。8月13日土曜日、1、2、3部あって、1と2がサイン会、3部がワンショット写真会。8月14日日曜日が1、2、3部あって、1部と2部がサイン会、3部がワンショット写真会です。そしてラストは8月21日日曜日、4、5、6部で、4と
4と6がサイン会で5部がツーショット写真会です。めっちゃ早く行っちゃったけど、8月までもう予定が決まってるので、これをこの受付中を逃すと次は9月とかになっちゃうのかな、これわかんないけど、そう4ヶ月間あるので、ぜひリミタンのおすすめはサインさん、え、おすすめ？何でも来たらおすすめです。とりあえずお話をしに来てください。まあ確かにね、8月までの予定わかんないよね。緊張しちゃう。緊張しないでほしい。みも緊張しちゃうけど、リミタンの対応気になる、ぜひ来てください。なんか企画はやりますか、全く決めてないんだけど、なんかコスプレとかしたいなとか思っちゃったりして、無視されそう。そんなことないよ。だからなんか制服とかできたらいいなと思う。4月9日が土曜日なんですけど、あの JK 成り立てほやほやのレミがとお話しできるので、ぜひ来てください。 DD でも大丈夫ですか？大丈夫です。お話ししましょう。お話ししてぜひ単押しになりましょう。ぜひ。ああ浴衣確かに。あ、卒業祝いと入学祝いを伝えにぜひ来てください。ああ嬉しい、来てほしいです、たくさんの方に。そう、成り立てほやほやですよ。そういう湯気が立ってるかもなって。来てほしいです。楽しい強制。そうです、制服とかやってみたいね、なんちゃって制服とか。だけどまだね、わかんないので、またあ、そうですね、キスバエットの感想もお待ちしております。5月に終わって、5月の23とかだったかな、千秋楽が。だから全然5月28日土曜日もありますし、すごいので、皆さんお話しに来てください。そうですね、あ、生誕 TE ですね。あ、楽しみだ。皆さんぜひ来てください。緊張するのかな、なんか実感ないけど、とりあえず楽しみが勝つ。確かに記念ライブの感想もぜひ言いに来てください。全然どこでも。あとはメミすごい可愛いなって思うのが、サンキューマートさんと AKB がコラボしてて、今コラボ してるじゃないですか。サンリオコラボのキティちゃん、可愛くないですか？あれめっちゃ可愛くない？え、もうなんか全部欲しいレベルで可愛くて、なんかつい可愛いって出ちゃったり。すごいサンキューマートさん好きで、鳥取にはないんだけど、なんか旅行とか行ってサンキューマートだったら行くぐらい好きなんですけど、嬉しいなと思って、すごい、めっちゃ可愛いキティちゃんのやつ。そう、当選しました、楽しみです、ありがとうございます、楽しみにしてます。そう、鳥取にないんですよ、悲しいですけど。そう、だからめっちゃ欲しいな、全部欲しい勢いで欲しいです。そう、
あと今日の今日から予約が開始されているあの振り時計みたいな、振り込む時計みたいな、振り子時計、壁掛け、あれすごい面白いなと思って、ぜひ皆さんゲットして、あの飾ってください。リミが揺れてるので、振り振り振りって一日中がずーっと揺れてるので、あの時計いい、良くないですかこれ、皆さんぜひゲットしてほしいです。これはぜひ自慢あるよね、ちょっと発想がすごいなと思って、絶対というか分かんないけど、ゲットしてほしいです。よろしくお願いします。発想すごいよね、面白い催眠術、確かに。なので皆さんゲットしてください、お願いしますそう、いつでもどこでもリミが揺れてますね、高校に入ったら何か目標ありますか？なんだろうな、高校生活ってものがまずどんなものか分かんなくて、ちょっとね分かんないけど、でも活動の幅は広がるかな、今よりもっと広がるかなって思ってるので、たくさんの方に見つけてもらえるように、いろんな、なんだろうな、感謝を忘れずに、日々過ごしていきたいなって思ってます。まず高校生活に慣れることからですね、まずはね、慣れないこと多いと思うんで、そう、お勉強はどんな感じだろう、でも難しいっていう、ね、なので、なんかそのどっちもおろそかにしないように、なんか両立っていうのは難しいけど、自分らしく頑張るのが一番かな。そう、ママとパパによく言われてるのは、楽しむことが一番だよって言われてるので、楽しみながら頑張りたいです。すごい、なんだろう、そう、力まずに、そう、赤点を取らないように頑張ります。タワー、本当だ、すごい可愛い、紫さん、ありがとう、ありがとうございます、可愛い、ありがとうございます。ああえおでホワイトボードはあるけどさ、消すやつなの、それでいいや。そうだ、なんか昨日の卒業し、全然話変わるんだけど、卒業しましたツイートあげたら20人ぐらいフォロワーさんが増えて、ちょっと謎かったけど結構嬉しかったです。アッキーさんもタワーくれてる、え、そう、本当だ、嬉しい、ありがとうございます、アッキーさん、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、紫さん、宮崎さん、ありがたわ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、体が棒みたいに痩せてたよ、本当ですか。いや最近ね、いろいろ頑張ってます、ダイエット、ダイエットというか、最近はランニングしてます。ランニングといってもわかんないけど、あとは足パカとかストレッチとかしてます。
アッキーさん、ありがたわ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。白黒の服可愛かった。本当ですか？そうです、ちゃんとねしました。絵をママが描きました、描いてくれました。のりぴーくんさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。そうです、卒業式どうだった？悲しい気持ちになったけど、なんだろう、さっき話しすぎて、なんだろう、どうだった、楽しかったかな一番は。けど泣いてる写真は、めっちゃ号泣してる時の写真はないけど、涙目だなみたいな写真はあります。そう、でも楽しかったねって感じ。そう、悲しいけど楽しかった。そうです、ゆきたんさん結婚してありがとうございます。そうですね、なんか一晩明けたら実感湧いてきて悲しい。そう、感情ぐちゃぐちゃ。ツイート写真、ツイートした写真は泣いた後。そうだね、泣いた後。泣いたのはマジで学活の時だけだった。もうやばかった、号泣しすぎて。もうなんか目腫れてました朝。もう疲れて、ね、早く寝ちゃって昨日、泣き疲れて。そう、久しぶりに泣いたかもしれない。でもその後余韻やばかったしね。なんかマジで先生の言葉に感動しすぎてやばかった。そう、余韻やばくて、なんかやばかったそう、その後に卒業式の後にお友達とプリクラを撮りに行って、悲しいねって言われて、それもそれで思い出だなと思って。泣いてる人は結構いたの、結構いたかも多分。入学式でも泣いてみて、それはさ、どういう涙、不安、不安の涙、何かあったって。歌ってないです、何も。なんかコロナ禍で何も歌えなかったし、校歌とかも、国歌とかもなんか歌えなくて、聞くだけですごい悲しかったし、シュールだった。なんか歌いたかったなって気持ちは最後に、まあね、ある意味すごい記憶に残る卒業式だったなと思います。そうですね、仕方ないよね、このご時世だと。ね、なんか当たり前が当たり前じゃなくなるのって、突然さ、そういう日って訪れるんだなってすごいコロナを通して感じたし、だからこそ今を大切に生きなきゃなって思いました。うん、詩人か、うん、そうだね。でもすごいね、一変してしまったからさ、それで世界が。歌詞書けそう、確かに確かに、前髪よきパッツンです。重くしました、少しね。ね、充実してた証だからすごいいいなと思う。だってなんかまあ絶対早く卒業したいって人も中にはいるじゃないですか、きっと。全員が全員卒業したくないって気持ちではないと思うから、こういう気持ちにさせてくれたお友達や先生のおかげだなって思うので、それはすごく感謝だな。徳さんポエムとかこっそり書いたりしてない書いたりしてない全く書いてないです。ポエムとか書いてない。
まさとちさん、ももありがとうございます。だからね、今を大切にしなきゃなって思わされた3年間です。本当にいい人に恵まれた。充電があと 10% になったので、ちょっとそろそろランキング読みます。鳥取はいい人多いんだね。そうです、暖かいです。皆さん、そうですね。ではランキング読みます。 L 13位もちさん、ありがとうございます。12位星ドヤ星リンチュさん、ありがとうございます。11位ショートさん、ありがとうございます。10位吉成さん、ありがとうございます。9位まさとちアットマークチームメイトカメコさん、ありがとうございます。8位カナリーさん、ありがとうございます。7位おーちゃんアットマークレミグミ中学校卒業おめでとうさん、ありがとうございます。6位ゆきたんさん、ありがとうございます。5位ケネスさん、ありがとうございます。4位のりぴーくんアットマーク頑張れ JK レミターさん、ありがとうございます。3位さとちゃんアットマークレミタン中学卒業誠におめでとうにゃんさん、ありがとうございます。2位アッキーさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。そして1位は紫アットマークレミグミレミ中学校卒業おめでとうさん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。ではラッキーレミー、51位きょうちゃんさん、ありがとうございます。おめでとうございます。続いては22位光る星 MD かっこ笑いさん、ありがとうございます。ラスト60位ゆうさん、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ラキレミではお花。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。では多分明日も配信すると思うのでぜひ来てください。では今日もありがとうございました。またね、バイバーイ。バイバーイ。